ただ立ち合いの低さは日馬富士が上回ります。今場所は厳しさそして冷静さもある日馬富士、6勝1敗で今日中日挑戦するのは千代大鳳、結び前です。制限時間いっぱい。張って起こします。右の上手下手投げで逆転を狙う上手投げ、寄り立てながら右の上手投げ、日馬富士勝って7勝1敗。千代大鳳敗れて1勝7敗です。さあ日馬富士について向正面の西岩さんに伺っていきます。西岩さん、はい、今場所の日馬富士、先場所の同様に厳しい攻めが続いてますね。そうですね、今日も立ち合い低い立ち合いですね。